まずは準決勝進出おめでとうございます。他校からのマークが厳しい中で、まあ、昨日に続いて、苦しい試合だったんですけれども、やはりこう最後は勝ちに持っていくというところで底力が感じられた試合だったかなと思うんですけど、ご自身振り返ってみて先ほどの試合いかがだったでしょうか。そうですね、まずはやっぱり前半のうちに得点を動かさないといけないというのは昨日の試合で痛感してまして、そこに向けて今日のゲームも取り組んでたんですけど、今日も昨日のようなゲームになってしまって、初めてリードされる展開だったんですが、そこは慌てずにみんなで頑張ることができたのは良かったと思います。最後にあさっての準決勝に向けて、一言お願いいたします。まずはしっかり体のケアをして、あさってに向けて最善のコンディショニングをしていきたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。